自分らしく素敵な毎日を送るため、あなたの女子ライフをサポートします。今日の女子ワードはこちら、生理の悩み。今回も福田病院産婦人科医関東由紀子先生です。生理の悩みは産婦人科に相談できる？生理前とか、毎月生理前、それから生理が始まると調子が悪い、また生理の時だけに我慢すればいいと思ってらっしゃる方、生理は長い期間付き合っていかなければいけない症状の一つです。ぜひ辛い時には症状を改善して、生活の質というのを向上させていきましょう。生理に伴う痛み、それから辛い症状というのは月経困難症と呼ばれる治療の対象になりますので、毎月やってくる生理、上手に付き合っていけるように私たちがお手伝いできればと思います。生理にまつわる症状についてアドバイスをお願いします。PMS と呼ばれる、月経前症候群で悩む方もいらっしゃいます。イライラしたり、それから気分が落ち込んだり、あとは、怒りっぽくなるとか、そういった心理的症状以外にも眠気やだるさといった体の症状が出たり、肌荒れなども出ることがあります。そういったふうに症状は様々あるのが特徴です。そういった症状、PMS というものも改善は治療ができる疾患の一つですし、あとは生理にまつわるものとした貧血もとても大事です。生理といって定期的に血液が体の外へ出ていきます。そういった状態なので、女性は貧血になりやすいと言われます。ゆっくりと進行していくと気づかれないこともありますので、経血の量が多い人はもちろん、あとはダイエットなどですね、されている方、それから偏食が多い方は特に気をつけていただきたいと思います。周期によっては女性は月の半分以上も体調が悪いということになりますので、辛い症状は早めに産婦人科へご相談ください。産婦人科受診について教えてください。症状によって治療法というのはもちろん様々あります。で、日常生活で辛いと感じることがあれば、まずご相談いただくこと、産婦人科は何歳からでも受診していただくことができます。今春休み中などを利用して気軽に相談に来ていただければと思います。生理の痛みや不調は体や心からの SOS かもしれません。大きな病気につながる前に早めに産婦人科へ相談しましょう。番組テーマの女子ワードを募集中。詳しくは番組のインスタをチェック。自分の体を知って素敵な女子ライフを。